ワイドサーブ、スライスリターン、ね、ローボールが飛んでくるんで、ウィンドミルクロスコウ、ウィンドミルクロスコウ、イエス、オッケー。コーチはいいリターン打ちます。それを後期はいいリターン打たれてバランス崩れてるんで、スライスで、はい、ワイドサーブ、はい、そこから来た、はい、ディフェンス、スライスでポジション取って、そこまで、そこまでで終了。こういう風にならないようにして、こうやって返すだけ、返すだけじゃなくて、返したら次、次ね、まあコーチだったら大体フォアで構える、次フォアで打ったり、もし自分のリターンが、ね、入ってきて、こんなところに入ってしまったら、ディフェンスポジションを取って終わりましょう。自分の返球が、スライスがいいとこ行ったら、次はフォアで打てる構え、フォアで打てる構え。この時に大事なのはね、このベースライン付近にいないでください。しっかりちょっと落とし気味に時間取っていけるようにしてください。いいですか。で、これが終わったらそのまま次行きます。相手がね、ここからクロスにリターン打った場合、それをウィンドミルでオープンコートにしっかりね、1球目動かす、焦らないでしょう、この1球目